イスマイル S プロジェンにお住まいの皆さん、グラサガ生活いかがお過ごしですか？最近装備やマグの厳選に夢中すぎてメインストーリーを全くやっていないカレンです。いい加減進めないとやばい。今回は PVP で勝率を上げたい血に飢えた狼たちに朗報です。今後登場するウィーンの妖怪グランウェポンヘソンの紹介となります。つい先日韓国版のお知らせにて情報が公開されたものとなりますので、ネタバレが気になる方は観覧注意です。ここでちょっとお知らせ。このチャンネルでは定期的に最新の海外スマホゲーム事情を中心とした情報発信と、その中でも話題性の高いタイトルをピックアップタイトルとして連載配信しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは見てまいりましょう。ウィンの妖怪グランウェポン折れないカゴヘソンの性能について、一般スキルはストーンジャスティス、妖怪の力で地面を強打して敵を攻撃、範囲内の敵に 280% 物理ダメージ、敵の LP30% 減少、 PVP で敵に 100% の確率で20秒間懲罰 10% 付与。この懲罰というのはスキル使用時最大ヒットポイント 10% 分のダメージを与えることができるようです。続いて解放スキルはロックジャスティス、妖怪の力で地面を強打して敵を攻撃、範囲内の敵に 590% 物理ダメージ、敵に 100% の確率でスロー付与、 PVP で敵に 100% の確率で20秒間懲罰 20% 付与。最後にパッシブスキルジャッジメントパラダイズ、チームまたはパーティーに編成した全てのキャラに対して麻痺抵抗 90% 付与。以上が性能となります。かなり PVP に特化したウェポンで、特に懲罰はヒットポイントを盛ることで継続ダメージの効果も高くなるため、セリアードのペイシーやガーディアンのエリサなんかと相性良かったりするんですかね。ヒットポイントの上限値を一定時間ではあるものの上げることができるので気になる要素ではあります。もしそうなら装備の組み合わせが面白くなりそうな予感がします。それとアーティファクトはセリーナの気持ちや防具では足装備の能力ヒットポイントアップ、セット効果で生命などヒットポイントを上げる要素はいろいろあるので、アーダのコーダの考えるのが面白いかもしれないですね。このグランウェポンは久々に楽しみだな。また発動時はちょっと低空気味の殴りかかりがかっこいいかなと。どことなく SNK よりリリースしている画廊伝説テリーのパワーダンクって技に似ている。あと麻痺抵抗っていうのが付与されるらしいのだけど、麻痺攻撃って今まであったっけ？ちょっと自分の認識甘いかもしれないんですけど、もしねご存知の方いたらコメントくださいな。というところで今回は短い動画ではありますが、今後実装予定のウィンの妖怪グランウェポンの紹介でした。チャンネル登録するかはお任せしますが、ぜひチャンネル登録高評価お願いします。それでは次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは定期的に最新の海外スマホゲーム事情を中心とした情報発信と、その中でも話題性の高いタイトルをピックアップタイトルとして連載配信しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。